Bueno, la diferència d'entrenaments a les categories reals. こんだけしか荷物入ってないです。日焼け止めとかと化粧水と歯ブラシ、あと靴下、これ試合用の靴下、あとは全部向こうに準備してもらってます。これからマッサージ受けに行ってきます。今日は7月29日水曜日、アマチュア無線の日です。無線の人は何も思わないかもしれないですけど、今だってすごいよ。いや、思うよ。なんか響きが J1 だもんな。はい。なんかわかります？いや、楽しみだよ。俺もだって俺子供の時からさ好きなチームだし、俺ファンカンとか行ってたからね。ジュビロ行ってましたもんね。腰かな、一番ケツ腰。ファイヤーシュート、ファイヤーシュート。これからホテルで軽食食べて、でミーティングして、みんなでバスでスタジアムに入るって感じです。大学の一校への先輩で山田選手とマッチアップになる可能性があるんで楽しみです。本当大学時代、まあサッカー上手いのはもちろんですけど、なんかこう練習取り組む姿勢だったりとか、こうすごいトレーニングしてるのとか見てたし、こう上手くて戦える選手っていうのを初めて見たような気がして、なんか大学時代に出会ってこう一緒にやれてよかったなって今でも本当思います。こう一緒にピッチに立てて対戦できたらいいなって思います。すごい楽しみです。まあチームまだ勝ちがないんで、まあ内容どうのコーナーあるけど、勝ち点3取れるように頑張りたいと思います。
頑張ってきます。